こんにちは、プロドリフチャンネルです。かわいいプリムラ、これオブコニカという名前がついています。通称オブコオブコなどと呼ばれています。これ次々と長く花を咲かせてくれます。よく日の当たるところに置いて、水は乾いてからしっかりとやってください。そして肥料は次々と長く花が咲いてくれるので、水溶性の肥料を月に3回やるようにしてください。そして気をつけなければいけないのは、上から水をやるとすぐ花傷んでしまうので、ちょっとこう持ち上げて、それで株元に水やりはしてください。それと気をつけなければいけないのは、プリムラ類、特にオブコニカは皮膚の弱い人はかぶれてしまうことがあります。ですからちょっと皮膚弱いなというような方は、できれば触らないでほしいプリムラです。でも長く花が咲いてくれるので、ぜひどこかでワンポイントで使ってみたいプリムラの仲間の